倉立方田は日本の建築家、分離派建築会に参加し、表現主義からモダニズムの作品を手掛けた。海外の建築作品を精力的に紹介し、建築士関係の著作も多い。また、東京高等工芸学校、武蔵工業大学で更新を指導した。1895年、山口県萩に浜岡坊の子として生まれる。1913年、 公衆学校を卒業。同年、三橋志郎の設計事務所に入所。三教の生協も、曽根達蔵中条聖一郎らの曽根中条建築事務所に移る。ここで、会場ビルの建設に関わり、書院の高松正夫から美学の話を聞いたという。1920年、早稲田大学に選科生として入学。1921年10月、 平和記念東京博覧会施設建設の技術員になり、分離派建築会の堀口素敵らと知り合い、同会に参加した。1922年12月、三橋事務所の先輩だった、関根洋太郎の事務所に入所、慶応閣や成績記念館などの設計に関わった。この頃、おじにあたる山口県氏族、陸軍一等薬剤官で、名古屋薬学校校長であった、 倉田信忠の養子となる。義父信忠は1883年10月に北里柴三郎が東京大学医学科を卒業する際に東京大学製薬科を卒業した唯一の人であった。1927年東京高等工芸学校講師。1930年3月にワイマール共和制時代のドイツに渡り、バウハウスやクロピウスなどモダニズムの作品に接した。 帰国後に、倉立方田建築事務所を設立。1932年、武蔵高等工科学校の前身教授に就任。1962年、農家の居住性に関する研究により、工学博士号を取得。1966年3月7日死去。去年71歳。墓所は、青山霊園ナス十にある立体埋蔵施設第二区で、石板に、 義父の豚だともに名が刻まれている。玉成績記念館。ありがとうございます。